ピーター・ヒュー・ピーターは、新京都革命から王政復古期のイングランドの聖職者。ピューリタンで独立派に所属し、説教を通して革命を導き、著作で社会改革を提案して、理想のイングランド社会を築こうとした。そうした活動が危険視され王政復古政府に逮捕、処刑された。1598年、イングランド南西のコーンウォールの港町ホイで、 商人、トマス・ディクウッドとエイリアス夫妻の子として生まれた。父はジェントリであり、スペインの迫害で、ネーデルラントのアントウェルペンからイングランドへ亡命した、プロテスタントの子孫で、ディクウッド家はイングランドでは、ピーター生を名乗るようになった。母方も、コーンウォールのジェントリ僧だった。ピーターは1613年に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ入学、そこで、トマス・グッドウィン、 ウィリアム・ブリッジ、ジョン・ダベンポートなど後に独立派を主導するピューリタンたちと知り合い、1618年に大学を卒業、ロンドンへ移住した1620年に改新してピューリタンとなった。それから近郊のエセックスへ移住し1623年から聖職者として活動を開始、1625年に結婚し、翌1626年にロンドンへ戻り、 仕事の傍らで友人のピューリタンたちとの交友も欠かさなかった。ところが、国王チャールズ一世の側近で、ピューリタン排除を狙うカンタベリー大主教、ウィリアム・ロードの一派に目をつけられ、1628年に説教師資格を剥奪され身の危険を感じ、オランダへ亡命した。オランダでは三十年戦争で、スペイン軍と戦うオランダ軍に従軍牧師として参加する一方、 1629年に亡命イングランド人がいたロッテルダム教会の牧師になり、1633年頃から独立派の思想も取り入れ、ダベンポードらの協力で教会をロード派批判の拠点とした。しかしロード派の追求がオランダにも及ぶと、再度の亡命を余儀なくされ、1635年に北アメリカニューイングランドのマサチューセッツ湾植民地へ移住した。 そこで、ロジャー・ウィリアムズが去った後のセーラム教会の牧師として、再始動、独立派教会の仕組みをさらに学び、コネチカット川川口の植民事業と、ハーバード大学設立にも貢献した。総督ジョン・ウィンスロップと妻が親戚だったこともあり、アメリカでは大いに厚遇され充実した生活を送った。その間、イングランドでは大きく政情が変化していた。 ロードはかねてからの強権政治と弾圧を長期議会に批判され1640年にストラフォード伯爵トマス・ウェントワースともどもと重くチャールズ一世の先制政治は致命的な打撃を受けた。ピーターは故郷の変化を読み取り1641年にアメリカからの施設として帰国当初は植民地への財政支援を訴える役目だったがやがて 新京都革命に身を投じた。革命での活動は、翌1642年6月から9月までのアイルランド遠征から始まり、再び従軍牧師として議会の派遣軍に同行しアイルランド反乱勢力と戦った。この時カトリックに対する容赦のなさが見られ、遠征後に議会へ提出した遠征記録でいかにアイルランドを略奪、焼き討ちしたかを平然と書き記し、 アイルランドをプロテスタント化することに使命を乱す考えと、裏腹にカトリックに対する排他的な態度も現れている。同年8月からイングランドで議会派と王党派の内戦が始まると議会派に参加、この戦争でも従軍牧師としての活動を続けた。王党派に対しても敵意を向け、1645年にオリバー・クロムウェルに同行して、 ニューモデル軍に従軍した際、10月に、王統派のウィンチェスター公爵ジョン・ポーレットが立てこもる、ベージングハウスを、ニューモデル軍が破壊、捕らえた、ウィンチェスター公を厳しく取り調べた。1646年2月に、コーンウォールへ進軍した、トーマス・フェアファクスの軍にも、同行、民衆に説教して、王統派への避難や、平和の到来を語りかけた。一方で、著術活動も、 開始、1643年に独立派の普及を図り、アメリカの独立派牧師の著作をイングランドで出版したり、同年にオランダへ渡り議会派支持と資金援助を申し出たり、長老派の論客とマスエトはずっと論争、宗教的寛容を論じる協議会に参加して、アナバプテストなど分離派の統合を図った。また亡命体験を経て、国際的プロテスタンティズムを身につけ、 プロテスタント諸国の同盟構想を議会で演説、千年王国論を唱えて、カトリックイングランド国教会及びそれらと結びつきが、深い応答派を、反キリストに例え打倒を呼びかけ、議員や兵士たちに大きな影響を与えた。こうしたやり方はエドワーズから、新刊タベリー大主教、セクタリーの偉大な代理人と揶揄されたが、ピーターは独立派の立場を貫き、 1647年に議会と軍の対立が起きると、軍の擁護を演説、やがてクログウェルに接近していった。1648年12月のプライドのバージで、議会の長老派が追放、独立派によるランプ議会が形成されると、ピーターの立場も向上。チャールズ一世処刑裁判では死刑を決定した裁判官ではなかったが、同年の第二次イングランド内戦直後から、 国王処刑を主張、裁判で積極的に処刑を推し進め賛成する説教をした。合わせて革命の輸出として他国でも君主制が廃止されることを願うことも述べたが、この行動はピーターの最後を決める原因になった。1649年1月にチャールズ1世が処刑されてからはクロムウェルの側近となり、5月に彼が 陽動派を鎮圧をしたことを感謝するロンドンの祝賀会にクロムウェルと共に出席8月から開始されたクロムウェルのアイルランド侵略で7月から先発隊に入り2度目のアイルランド遠征に加わったアイルランドに対する情け容赦ない態度は変わらず侵略を擁護する発言やアイルランドから奪った土地を入植者へ与える旨を書き残している帰国後はイングランド共和国における 理論家、1653年に五国教に就任したクロムウェルの忠実な側近として活動したアイルランド侵略と同時期にウェールズで福音選挙を計画し1650年に実行され1651年に出版した良き異性者の前世ではアメリカとオランダをモデルにした政治、宗教、経済政策を提言し共和国に指針を与えようと した。外交、宗教政策にも関与、1652年に始まった第一次、英永戦争に反対、1654年には牧師認可の権限を与えられ、審査委員会に属し、1658年には、グッドウィン、ジョン・オーエンらとサボイ宣言を起草するなど活動は、広範囲に及んだ。1658年に、クロムウェルが死亡。 五国境を継いだ息子のリチャード・クロームウェルにも仕えたが、リチャードが翌1659年に辞職して、共和国が崩壊するとピーターの運命も暗転。1660年に王政復古でチャールズ2世がイングランド王に即位すると逮捕、投獄された。国王殺しではなかったが、チャールズ1世処刑裁判に積極的に関与したことが災いし、裁判で処刑をし進めた。 大虐罪によって死刑宣告10月16日にジャリングクロスで首吊り内臓をえぐり四つ先の刑で処刑された。そして首はロンドン橋のポールの先端に乗せられバラバラにされた遺体は死地の縄文にさらされた。政府がピーターにここまで残酷な処置を取った理由は彼の存在を恐れていたからと推測され死後1661年にピーターを批判する。 本、大反逆者、ヒュー・ピーターズの一生が発表された。一方のピーターは処刑直前、一人娘へ宛てが遺書を残しており、内容は天国を空想しながらも、人生を振り返り、自分なりに一生懸命生きたことを告白、悔いなく、処刑に臨んだ彼の心境が伺える。ピーターが唱える、理想社会は、真剣政治で、13年にわたる亡命生活で、学んだ政治、 社会、経済をイングランドでも活かすことを考えるようになった。宗教と政治はアメリカを、経済はオランダをモデルとして、イングランドの繁栄を願い、提案を書き表したのが1651年の著作、良き異性者の前世である。この際、それまでの主張だった千年王国論と革命輸出論を控え、イングランド共和国の統治構想に活動を移していった。 このパンフレットは、大勢とコモンウェルスの区別から始まり、古い記録は焼却し、当地における幸福は法にではなくて、人間に損するであろうと主張した。この過激な提案は直ちにコモン動学者から非難されたが、ピーターは考えを変えず、異性者が国民の幸福のために実行すべきことを挙げ、宗教、社会、司法改革を提言した。アメリカで、 ピューリタンがしていた政治をもとにしてイングランドで行い、異性者には、教会保護とコモンウェルスにとって危険ではない限りとの信仰の自由を認める条件付きながら宗教的寛容を呼びかけた。社会政策は、貧民救済のため各地に適正な利子による金融機関設置、合わせて職業教育施設と就業施設の設置も主張。 給品と就職に力を入れた政策を提言した。司法改革は、国民の私有財産保障を重視、全国の土地家屋の登記簿整備とすべての契約は、国定の書式と証紙を使用することを提案、各州の軍ごとに、毎年3名ずつ保安官選出、個人間紛争の解決を図った。ピーターの司法改革は、すべての前人はその心の底に良い法を備えている。 という信念が前提にあり、10回を強調し、アメリカにおける真剣政治を理想に置いていた。ピーターの思想はしばしば反対派から猛烈な非難を浴び、性的エドワーズから長老派を批判し、独立派を称賛する様子が記録され、彼からは独立派が企てる陰謀に頻繁に関わったとみなされ、当時の人々に大きな影響を与え、独立派を イングランド中に広めるのではないかと敵視されていた。古文老学者からの反対も根強く、法より人の良心を重視し、古文老をないがしろにして重回を強調するピーターの姿勢、及び裁判迅速化のため各地に多数の法廷を設置する提案と、重要事件は弁護士と聖職者が相談して、解決する方法はいずれも実現不可能と非難されている。一方で、 信仰承認などジェントリーを重要視する先進性も見られた。オランダの繁栄に注目したピーターは、その役割をジェントリーと承認層にあるとみて、彼らの登用を求め、地方で対等するジェントリーへ期待を寄せた。また経済活性化に財政整理などを挙げているが、フランシス・ベーコンの理論を引用しつつ、学問の進歩、自然の改良、技術とマニュファクチュアの奨励、 商品と商人の増加を提言した。中でも、最後の提言を詳細に書き、商工業者の組合への加入は自由、国内の自由取引や、独占の撤廃を主張、アムステルダム銀行をモデルとする金融機関を設立し、定理資金を提供、貿易促進のため平和を重視し、第一次英乱戦争に反対した。さらに、ロンドンを、オランダの街並みを参考にした。 都市改造計画も考案、テムズ河畔で大富島を建設して、貿易に便利な地域に改造、道を石で舗装、木造家屋も、レンガか石像に作り変えた、防火対策も考案した。以上のピーターの思想は、真剣政治とジェントリー、信仰承認を軸にした、経済政策でイングランドを豊かにすることを夢見た、ユートピアだった。宗教的寛容には、制限があり、 近代的とは言えず、ピーターは、共和国崩壊で非合の最後を遂げたが、現実的なイングランド繁栄を考えた姿勢と、ジェントリに対する着眼点が注目され、王政復古や18世紀で、ジェントリと商人が活躍した時代が到来したことで、ピーターは次の時代を予見したと評価されている。ABCD 田村、P98、岩井、P220。 ABCD トルミー、P445、岩井、P220、P221、岩井、P99、P100、P221、P224、P225、岩井、P191、P221、P221、P222、田村、P98、P99、ウェッジウッド、P103、岩井、P226、P227、 ウェッジウッド、P515P516P561P562P574 田村、P99 トルミー、P228 岩井、P222P227P230 田村、P99P100 岩井、P222P223P231P232 田村、 P92P100、清水 P169、岩井 P223P262P263P284P287、清水 P266、岩井 P223P239P241、岩井 P232P234、田村 P100P104、岩井 P234P235。田村 P104P106P115 岩井 P225P226P235。田村 P106P112 岩井 P102P103P235P239。田村 P116P121 岩井 P239P242。P ありがとうございます。